大神市、大宮市、または、三輪の市、神市は、大和国式を発祥とし、大田殿魂市を祖神とする氏族。直接的には、大田殿魂市の孫、大宮大友主が、始祖である。大宮神社を放祭する、大和国式地方が本願。市の名は、大和国城上,上郡大信号の地名に由来する。三輪の市の姓ははじめ君だったが、 天武天皇十三年十一月に三輪、高市マロラ一族が、大宮阿尊聖を賜り、改め市政十二氏の筆頭となる。アスカ時代の後半期の朝廷では、氏族として最高位にあったとする。奈良時代には、多くが、大神氏と名乗るようになる。同族にカ君、神部忠新人部次家、手和君、胸形氏、石変更、長江、土佐港、長阿子氏、 大きしなどがある。なおその出自としては、三輪の死は、海人族の系譜であって、本願は、北部九州の博多平野から、出雲、張馬を経て、大和の三輪山六への当選により築かれた氏族で、あるとする説がある。古事記では、大物主大臣の五清孫である伊福多田、泥い西へは神君および加茂君の祖と記されており、日本書紀でも、神代第八段、一書に大三輪神の子は、 カンシュゲル君、ミワ君などと記されている。まとまき、第五に、スジン天皇八年十二月上にも、大物主神の高太殿魂氏は、今の三輪君などの祖であると記述されている。これら資料から、大神氏は、大物主神の後裔として、その祖神の祭祀を司る有力氏族であったことがわかる。ただし、日本書紀や、仙台九児本義では、 今年の主人の子孫も、三輪の死となっている。これについては活動時期や系譜、子孫の祖神祭祀状況から、大物主神と今年の主人が、同神であるためという説がある。新先生四六山徳につかみ別の、大三輪長神条によれば、大神氏は、すすけのをう命の六世孫の大国主神の、光栄とする。日本書紀によれば、 水人天皇3年3月は目の日母子が愛朝した時、三輪君の祖の大三輪大友主が使わされ尋問したという。大友主は中愛天皇9年2月、四大部の一人として中愛天皇崩御の宮中を守っている。離脱天皇14年6月、三輪の坂は廃仏派として、物の部や中富の岩れと共に寺、仏刀や寄仏像を捨てることを企てた。 陽明天皇元年5月、穴ほべ王子が貧窮で、貸し木屋姫皇后を犯そうとしたとき、貸し木屋姫の長身だった、三輪の坂尾が皇后を守った。皇玉天皇のとき、三輪の文也は山城の大景王に仕え、運命を共にしている。大化5年5月、三輪色夫が白木に派遣されている。天示天皇2年3月にも、三輪の根丸が、白木政党の中将軍に任命されている。 天武天皇元年6月、伊勢助三和国美は、大天王子を鈴鹿軍に迎え、同年7月には三輪、高市マロらが、橋梁付近で、大見町帝軍に対象した。この人身の乱における活躍が、天武、自頭町における大見和氏の地位を高めた。自頭天皇3年2月、大上康マロが、半士になる。同6年3月、中納言三輪、高市マロは、 天皇の伊勢行行が農事を妨げるとして、再度にわたり還元した。中世には、大神氏の子孫と称する地下官人の大神氏があり、代々学人として活躍して、後に加盟を山受けと称した。南北朝時代に活躍した山井影光は、笛の名人として知られ、古代後、孔明良天皇に笛を伝授し、その功績から、科学頭を経て、15以上。 秋守るまで登った。ありがとうございます。